城東高校野球部マネージャーの塩田です。長野です。村山です。これから私たちのチームを紹介します。都立城東高校野球部は創立1979年、現在の部員数はマネージャーを含め3年生32人、2年生35人、1年生37人の計104名で日々練習に励んでいます。昨年は東東京大会でベスト16、新チームになり秋ブロック決勝で競り負けという悔いの残る結果となりました。なので一戦必勝というスローガンを掲げ、夏は甲子園を目指し練習を重ねています。練習は主に火曜日から金曜日の放課後、グラウンドを使用して行っています。土曜日、日曜日は主に2チームに分かれて他校と練習試合をさせていただいたり、城東のグラウンドで練習試合を行っています。フリーバッティングなど技術を向上する練習や、シートバッティングやベースランニングなど実践的な練習も多く取り入れています。このチームの特色をキャプテン栗原くんに伺いたいと思います。今年は一戦必勝で、夏の大会の一戦一戦を、しっかり戦って勝ち進んでいきたいと思います。アップ。